はい、皆さんこんにちは。2018年勘定長短合格ロード、講座の、ね、説明をさせていただきます。で、私この、ね、長短合格ロードですね、池袋を担当いたします、宅建講師のね、宅建講師じゃないね、家宅建もやってます、マンション管理士もやってます勘定も、ね、やってます、ね、講師の小野と申します。よろしくお願いいたします。さあ、で今ね、私今ね、宅建講師が申し上げたんですけどね、このいわゆるですね、合格長短がですね、もうそこから直結するということをね、考えております。こんな感じ。で、これチラシに皆さんお手元にないかもしれません。ね、お持ちの方はね、それを見ていただければいいんですが、ない方もね、別に気にしないでくださいね。管理業務主任者長短合格ロードパックね。はい。50日間で受かろうと。いうのはそうなんです。50日間で受かろうと。で、一応私、先ほど申し上げましたようにね、こうです。池袋を、ね、担当いたします。池袋を担当いたしますので、よろしくお願いします。なんでございますがね、まあ、ちょっとね、皆さんね、こういうスケジュールねやっていきます。まあね、若干基本的に夜なんですけどね、基本的に夜ね19時15分からでございますけどね、まあ、時々ちょっとね、まあなんか2とか3とかね、若干違う時もあるんで、まあ、そこはご注意なさってください。で、顔写真ありますけどね、なんかちょっとごめんなさいね、お出し変わってますけど、心配して気にしないでね。別にね、白く染めるって別に格好つけて白く染めてるんじゃなくてね、逆なんですよね。黒く染めるのやめただけなんで、ね、これ地毛でございます。元はこんな感じなんですということなんでね、ちょっとお出し違いますが気にしないでください。こちらね、私は担当いたしますんで、よろしくお願いいたします。さあ、で今日ですね、これ10分ぐらいかけましてね、一体何をやっていくのかって話をしておきたいんです。で、さっきちらっとね申し上げたのね、ほら私はね、宅建講師もやってますよなんて話をしたんだけど、ね、これなんです。宅建士の次はね、管理業務主任者試験ね、こちらに行こうじゃないかということなんです。だからね、宅建から勘定ね、このつながりということで、長短ですね、50日で受かっちゃうということで、ですね、まあおそらくなんですけど ね、おそらくね、皆さんこれご覧になっている皆さんは、もちろんね、宅建の受験あるいは合格ね、そういった経験をお持ちの皆さんだと思ってます。まあ、とりあえずこういうタイトルなんですね。だから何ていうのかな、何宅建ってなんだよって、勘定だけでいいよという方向けではございません。申し訳ないですが、ね、ゼロからね、管理業務主任者の試験をね受けて、で50日で受かるのかと言われますと、それはかなり厳しいです。もちろんね、世の中に不可能はございませんからね。まあですからね、50日でね、ゼロから始めて受からないかって言われれば、人の10倍ぐらい努力すれば受かるかもしれないけどね、まあちょっとそれは厳しいかと思います。ただね、じゃあ宅建士をね、ちゃんと、まあ、合格あるいはね、受験なさった皆さんが、ね、これ50日ね、どうやって対策を立てるかっていうと、これは作戦があるんですよ。作戦はございますので、そのあたりね、お話をしておきたいと思います。今回はその話でね、そのあたりのお話をしていきます。まあ何かと言いますとですね、まずね、これも皆さんお手元にはございません、ね、お手元にはございませんので、ね、画面を見てくださいね。まあ我々いろんな資料を作っておるのでございますが、ですね、まあ、管理組主任者ね、まあ、平成30年はね、試験日は、ね、12月の2日です。一応ちょっとお見せしとこうかな。こんな感じで、ね。これちょっと別のガイダンスで使ったレジュメなんでね、まあ、皆さんお手元にはございませんから画面見てくださいね。平成30年ね。でまあ、こちらはですね、はい。はい、10月2日試験。で、合格発表は1月の18日ね。で、10月2日試験なんで。まあ、これに向けて頑張っていこう。で、宅建試験が終わるのがですね、10月21日。まあ、10月21日終わりますので、まあ、実際ね、50日ぐらいで、これをね、合格を目指していこうじゃないかということなんです。まあ、どうです。で、10月、12月、ね、2日に向けて、ね、頑張っていきますが、ね、まずですね、合格率なんですけどね、合格率。合格率がね、管理業務主任者はね、平成29年はね、これだけあるんですよ、合格率ね。21.7% ね、21.7%。まあだから宅建試験の 15% に比べますと受かりやすいかなということで、マンション管理士のね、一桁に比べればはるかに受かりやすいかなということ、ただ受かりやすいというのはね、合格率が高いね、まあ比較的高いところに位置づけられているだけであって、受かりやすいといってもね、それは例えば宅建試験とかね、それからマンション管理士とか試験に比べて、まあ、ね、8% から 9% のマンション管理士、 15% 程度の宅建試験に比べれば若干ね、受かりやすいかなということで、ただね、じゃあ簡単かというとそんなことないですよ。
本当にね、合格率が若干高いだけであって、レベルはですね、そんなに優しいというレベルはございません、ね、だから36点でしょ、36点、もしね、これ優しいんであればね、例えば40点とかね、あるかと思うとそうでもないです。だいたいね、宅建試験も34、5でしょ、あんまり変わらないですね。で、優しい試験ではないです、そこは誤解しないように。だからね、合格率が比較的ね、こんなふうに、割と高めなんですね、他の試験に比べるとね。まあ、だから若干受かりやすいかなというだけであって、優しくて受かるということはございません。レベルは高いですね。だいたい宅建試験やマンションを返すとね、あまり変わらないです。ということでね、じゃあしっかり何をやればいいかということなんですが、ね、ちょっとね、まあ、別のまた資料ね、お見せいたしますが、ね、こんな感じなんですよね、試験分野。試験分野はこんな感じなんですね。これまたね、皆さんお手元ではございませんから画面見てくださいね。いわゆる法令系というのがありましたね、法令系ね。法令系から、法令系ね。区分所有から9問ぐらい。標準管理規約5問ぐらい。で、民法相談が11問ぐらいね。で、適正化保護問という形になってます。あとですね、管理実務がいてね。まあ、管理実務。これはいわゆるね、委託契約書なんですよ。ね、委託契約書ね。あとは不動産登記法があります。そして会計がね、3問出るんですが、まあ、会計、これ仕分けも出ますね、仕分け。仕分けなんかも出てくるんです。はい、それとあとは建築設備ね、こんな感じ。建築設備。ね、こんな感じです。建築設備ってことね、建築設備ね、まあ、6問が出てくる。で、設備系法令ね、これ、基準法中心なんですよ。こんな感じ。まあ、ですからね、見て分かる通りね、やらないものもあるんですよ。例えば、建築設備とかね。例えばね、会計とか。ありますね。で、管理実務はね、不動産登記は割と共通しますし、これね、委託契約書なんで、ある意味法令みたいなもんなんですよ。ある意味ね。どういう合意をしてますかって中身の話なんで。まあ、ですから、ある意味法令みたいなもんなんです。そう比べるとね、まあ、大体ほら、全く接点がないのは、会計とか建築設備ね。ということです。だから9問ぐらいなんですよ。9問ぐらい。まあ、ですからこの辺りはゼロからやらなきゃいけないかもしれないけど、ただね、会計というのは仕分けなんで、これ仕分けの基本が分かると結構取りやすい問題が出るんですね。で、建築設備はね、難易度が乱高下しますね。難易度が乱高下するんですよ。やたら簡単なものもあれば、やたら難しいものもあります。簡単というのは知識優位なんです。これ覚えておいてね。ほら、出たじゃんとかね。そうもいっぱいあるんです。だからこの辺りね、乱高下ね、難易度が乱高下しますんで、やっぱり基本押さえておけばいいだけです。はい、そうすると分かるかな。一番我々がね、注目していて、しっかりやんなきゃダメだよね系の法令系ですね、法令系。しかもその中の中心を占める11問ね、民法その他です。民法とかそういったやつ。もうこれは宅建試験よりも優しい。あのね、引っ掛け問題少ないんですよ。割とストレートなんです。だから宅建試験における、例えば、ね、あの民法とかね、本当に、我々が基本的ですよなんてね、宅建試験でね、お話をするようなところがそのままそういうのに出ます。だから割と優しいレベルと。ね、まあ、ということになりますんで、この辺りね、一番手間暇かかるんじゃないかってところが、宅建試験の受験生の皆さんね、あるいは宅建試験合格者の皆さんにとってみれば、あまり手間がかからないんですね。かかりません。で、区分法もね、一応基本的なところやったでしょ。それに細かい知識を付け出すだけなんです。で、標準管理規約もね、区分所有法のね、兄弟のようなって書いておきましたけど、ね、そうなんです。区分所有法と比較をしていけばいい。ということなんです。まあ、だからね、一番ね、点数を取らなければいけない。ね、もうこの、法令系のところね、これも30点ぐらいあるわけです。30点ぐらいね、ございますが、そこはもうね、基本ができておりますんで、あとは、管理業務主任者に得意のものを付け出していこう。それでいけるんです。あとは我々何をやるかというとね、まあ、とか私ですよ。私やっぱりこう中心に行きます。これね。ここ30問ありますんで、ここでしっかりと得点しようよと。得点できるものは必ず得点しよう。皆さんそのアドバンテージを持っているんだから、それでしっかりやろう。あとは、無駄な失点をしないところだね。しないようにしよう。あ、そうなんです。だ結構ね、こういったね、いわゆる設備とか会計とかね、こういうところね、しっかりやるんかっていうと、そうでもないですよ。いわゆる法令系手を抜いてね、で、ここでできなかったと。ただ、ここでね、しっかりやったんで、まあ、仮に9点取れたとしますよ。全力投球9点取ったと。
あ、でもこれは10点でしたと。ヒュンダルのちょっとおぼつかないですよね。むしろ法令のところ、ね、ここをしっかりと何回もやってね、基礎を固まっているはずなんです。ね、皆さんはね、宅建試験受験ですよね、宅建試験を、ね、学習しているんだろうならば、基礎は固まっているはず。まあ、ですからそれをもとにしていきます。まあ、ださっき、ね、冒頭申し上げましたように、何それってね、宅建試験とか管理業務主任者試験ね、あるいはね、マンション管理とかね、何それ、もう全然知らないですけどっていう方はかなりきついんですよ。まあ、それでもね、10倍努力をするってなれば、いけるかもしれないけど。ただ、私どもね、だから50日で勝負かけようっていうんだから、基本的なところね、例えばね、まあ、契約は意思表示を合致によって成立する。なんとかやらないわけですよ。詐欺は取り消すことができる。じゃあ取り消しについて説明しましょうとかね、やりません、ね。そういうことね。それが例えばね、区分法もそうです。じゃあ、占有部分って何か、細かく説明しましょうとかね、やりません。どう試験に出るか。管理業務主任者試験ではこう出ます。ここまでは知ってますよね。じゃあ、付け出していこうよ。あるいはね、まあ、ね、宅建試験ではこう出る。このテーマが、管理業務主任者試験ではこう出る。だからこうやって読み取っていこうよとかね、そういう言い方をしていきます。まあ、ですからね、もう基礎ができている皆さんにしてみれば、ね、50日で、ね、作戦ですよ。どこをやればいいか。管理業務主任者試験に受かるためには、どういう手間をどうやってやればいいか。そこだけなんです。それをしっかりとね、50日でお話をしていることになります。まあ、だからね、ゼロからやるというよりもね、まあ、いわゆる皆さんが持っている知識、例えば、まあ、宅建試験で受けて、ね、合格の、ね、ために頑張ってきた知識、それをちゃんとどうやって生かすかなんですよ。生かすかね。要するにね、まあ、宅建試験を受けてきました。じゃあ、官業を楽に受かりますかと、それはちょっと無理です。やっぱり質が違いますからね。内容も違うし、質も違う。だからそこで培ってきた知識、身につけた知識をどうやって使えば、管理業務主任者試験の合格につながるか。そこをやっていきます。そこをやっていきます。だから決してね、難解で高度なことはやらないんですよ。まあ、どうやれば試験に受かるかということね。もう我々がね、常に意識したのはそうですから。はい、同じです。宅建試験の時もそう。環境もそうね。どうやれば受かるかということ。それをね、中心にね、お話をしていくことになります。まあ、ですからね、50日行けますかということなんですが、ね、行けますよ。もちろんね。で、こんな感じ。スケジュールもね。週に2回ですね。週2回ね。週に2回です。私、池袋校でございますよね。週2回。月木、月木。週2回2時間半です。2時間ですね。2時間ですね。すいませんね。2時間半ね。途中ちょっとね、違うケースもあるんだけどね。時間帯が違うケースもあるんですが、まあ2時間半ですよ。週2回2時間半でね、のペースを作っていただければね、どこをやればいいか、ちゃんとお伝えします。で、最後、ね、模擬試験もあります。ポイント整理もやります。まあ、そうやってね、基本的にどこでね、宅建試験の知識をどのように使っていけばいいか。ね、それをお話をするのがこのね、全ね10回のお話。では分かるでしょ。あまりほらね、皆さんが得意じゃないところで少し厚めに用意してですね。本来は民法そうだとかね、これが多分5回ぐらいかかるはずなんですよ、本当はね。それを3回に止めまして、皆さんの馴染みのないところを少しお話をする。こんな感じで進んでいきます。まあ、だからこうやってね、皆さんが培ってきた知識をね、有効利用していただきまして、ね、まあ、今年の管理業務主任者試験もね、合格していこうじゃないかということです。まあ、というわけでね、50日で勝負を決めようということでね、お話をさせていただきました。さあ、ではね、2018年、官業長短合格ロードパックのね、講座説明ね、私、小野が担当する講座のね、内容の説明は以上とさせていただきます。皆さん、頑張っていきましょう。